えー、シトルリンとは何かっていう話で、えー、まあ前回のオリニチンとは何かのところでだいぶおさらいをしてるので、今回はだいぶあの話を省いていきたいと思うんですけど、まあヒスアミノ酸の中にいろいろある中の、まあその中の一つに、シトルリンもありますよと。これが、あシトルリンです。 ま、あの、前回まででだいぶアミノさんの話してるので、このぐらいの説明でいけると思うんですけど、まあじゃあ、シトルリンっていうのは、その、数あるアミノ酸の中でも、どういう特徴があるのかっていうことなんですけど、これはあの、ま、一つは、血流を良くするっていうふうにも言われます。あ。結局のところ、 血液の循環が良ければ、いろんな故障とか病気とかも治るし、疲労の回復も早くなるし、ということで、血流改善が、まあ、血流がいい状態にあるっていうのが、まあ、健康の一番大切なことっていうふうに、少なくとも東洋医学では考えます。で、シトルリンっていうのはでも、あの、よく言われるのは、保湿効果があるんですよね。なので、結構美容関係でも、 人気の成分で、あのー、まあ、肌もやっぱりしっとりしてる方が、なんていうか見た目がいいし、若く見えるし、ということで、えー、美容関係の世界では、シトルリンっていうものがだいぶ人気です。まあ、念のために言っておくと、シトルリンもアミノ酸の一種なので、もちろん筋肉の修復とかに使われます。で、そういうのはもう全部アミノ酸のところで説明してるので、えー、それに加えて、 シトルリンっていうのは、まあ、どういう特徴があるのかっていうと、まあ、こういう特徴があるんですね。で、ランナーにとっても、シトルリンっていうのは、あの、大切な、あの、まあ、成分になって、まあ、なんでかっていうと、シトルリンは保湿効果があると。要するに、細胞の中に、こう、水を溜め込んでくれるんですよ。で、自給系スポーツっていうのは、 だいぶ水分の損失との戦いになります。だから、オリンピックとか見てても、まあ何ですかね、例えばリオデジャネイロオリンピックなんかは、あの8月開催のしかも南半球なので、まあ気候が比較的いいということでタイムも出てましたし、まあロンドンオリンピックなんかも、まあ暑いとはいえまだマシですよね、ヨーロッパなので。まあそうは言っても暑いですけど、 で、まあでもロンドンオリンピックとか、まああるいはその他、えー、今まで一番過酷だったのはおそらく大阪の世界選手権と東京の世界選手権だったと思います。東京の世界選手権と大阪の世界選手権なんか優勝タイムだけでも10分近く、ま自己ベストから遅いし、東京が1991年で開催時期をこう具体的には知らないんですけど、多分8月だったと思うんですけど、 9月ぐらいかなわからない。でもまだ、まあ暑い時期で、優勝タイムが2時間14分ですよね。で、大阪の世界選手権は、それこそ8月だったと思う。7月の終わりから8月ぐらいの大阪であったと思うんですけど、優勝タイムで2時間16分。もう2位で2時間17分。で、多分団体総合トップ3の平均タイムで、えー、団体優勝とか争うんですけど、確か男子で、 2時間23分とかが銅メダルだったと思います。ああもう女子並みですよね。冬のマラソンだったら女子並みですよね。でも、気象条件が変われば、まあ、夏でもこんなもんというぐらい、あのー、長距離っていう種目は、すごい気象条件の影響を受ける種目です。で、その中でやっぱ夏のレースになると、いかにして水分失わないのかっていうのが、一つポイントになってくるし、もちろん練習においてもそうですよね。 えー、まあ、高校以上の強豪校、強豪チームっていうのは、夏場はほとんど合宿行きます。それはなんでかっていうと、もう平地で標高低いところで練習すると、暑くて、あのー、オーバーワークになる選手が続出するからなんですね。いくらもう練習量調整しても、あまりにも暑いんで、もうなかなか練習できないです。いくら早朝とかにあったとしても、やっぱ実業団の選手とかっていうのはもうやりたい練習のレベルがど,こうどんどん高くなってくるので、 いくら早朝とか夕方に練習したところで、もうなかなかそんなんじゃ追いつかなくなってくるんですね。もうやりたい練習できないので、だったらもう山に行った方がいいとか海外に行った方がいいとかっていうことで各チームいろんなところで合宿するわけですよね。まあ、そのぐらい長距離っていうのはその水分をどんでやって維持するのかっていうのが大切になってくるんですけど、まあその時にこのシュトルリンがあると比較的水分の損失を防いでくれるという役割があります。 私がケニアのイテンっていう街で練習してた時に、リオデジャネイロオリンピックの銀メダリストで、で、テグ世界選手権と、ロンドンの世界選手権と、2大会連続で世界選手権の金メダルに輝いたアベル・キルイっていう選手がいるんですね。で、たまたまアベル・キルイさんと朝食をご一緒させていただく機会があって、で、まあアベル・キルイさんが、 あの、私にいろんなことを話してくれたんですけど、その中で言ってたのが、マラソン練習をするときはいつもスイカを食べるんだと。マラソン練習するときはいつもスイカをよく食べていて、で、スイカを食べると細胞にあの水分蓄えてくれるんだっていうのはアベルキルイさんが私にあの教えてくれたんですね。で、シトルリンっていうのはスイカに多く含まれてる成分なんですよ。 だそのぐらいシトルリンっていうのは水分を細胞内に蓄える効果があって、まあ世界選手権のチャンピオンも、まあ世界選手権って基本夏場ですから、アベル・キルイさんっていうのはあの、もちろんレース戦術にも長けてるし、ピーキングもうまいし、そして何よりも暑さに強いからこそ世界選手権で2連覇できるわけですよね。まあそのアベル・キルイさんが教えてくれたのは、 俺はマラソン練習やるときは、いつも細胞内に水分た、あの、蓄えるために、スイカをよく食べるんだって言ってくれたんですよ。まあ、そのスイカに含まれるのがシトルリンということで。まあ、シトルリンっていうのは、あの、血流改善の方がよく言われるんですけど、でも、その水分を細胞内に蓄えるこの保湿効果の方も、実は結構注目すべき、まあ、あの、作用があるんですよ。という話です。 今回の話はこれで以上です。次回はアルギニンとは何かというテーマについて話をしていきます。それでは次の動画でお会いしましょう。